どうもお疲れ様です、ドラコです。今日もよろしくお願い。どうもこんにちは、ケイテキです。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回は中野の方に来ております。中野の、お好み焼きカルタさんとお店に来ております。僕はもともとね、ザーザーのアン君から連絡をもらって、チャレンジメニューないしは何がしかねがし、やいのやいのあんにゃもんにありますよって話をお伺いしまして、あ、せなんや、じゃあ行くわっていう感じで今回は、連絡を取らせていただきました。アン君ありがとう、あったかく寝ろよ。で、今回やるのがチャレンジメニューなんですけど、40分で5キロのチャレンジメニューとなっております。皆さん、おむそばじゃねえや、そば飯ってご存知ですか？そば飯って多分30代より上の人って結構馴染みのある料理で、なんか昔爆笑問題さんとか CM でなんかやってたようなイメージがあるんですよね。みたいな気がするんですけど、僕おうるめるめし精神誠意頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今日は、足を壊しまして、体が追いつかず寝坊してすっぴんで、撮影となっております。よろしくお願いします。それでは早速本編の方行ってみましょう。どうぞ。これを40分以内、完食すると無料です。無料で、失敗すると5000円。了解です。5000円持ってきてたかな。よし、じゃあよろしくお願いします。はい、行きますよ。はい、じゃあ大食いチャレンジスタート。5秒前、4、3、2、1、スタート。いただきます。はい、うん、こういう感じなんだ。うん、初めて食べたら美味しいな。うん、醤油とニンニクなんですよね、ソースが。そうですね、醤油、ニンニクソース。うんうん。うん。いや、これは大概エグいな。やっぱずっと鉄板でやってたから熱いから、熱いんだけど表面自体は少しね冷めてくれてるから、崩しながら中身を冷やしながら食べていけたらいいね。全然動画と関係ない話なんだけどさ、準備中にたまたま電話が来て、久しぶりに、ね、友達というか保育園からの幼馴染からさ電話来て、あ、そういえば俺結婚したんだって。結婚したんだ。ちょっと今ね、モチベーションがちょっとね、メンタル今ぐらついてるんですよね。周りも結婚してる年かと思って、結婚できるっすかね僕。ちなみにこれって味変とかだったりしますか？あります。例えば何がありますか？マヨネーズ。うんうん。結構あります。オリジナルマヨネーズ。じゃあちょっと後でそれも使ってもいいですか？うん。やった。結構みんな使ってます。店で作ってるんですか？あ、そうです。ちょっといろんなことして。へえ。うん。
と今なってん、あーと思ってたんだけど、まあ一応半分麺料理なんだけど、まあ分類としてやっぱ米料理のチャレンジメニューだね。難易度がね結構高いかも。これそば飯って大体、まあ、あの何人前ぐらいになるんですか？20人前。あ、20人前、はい、多いな。お店でも出してるんですよね。20人前いくらぐらいですか？1000円。なるほど。これ5000円ってすごく安くないですか？これだいたい半分ぐらいかな。そうです、うん、今10分ちょいぐらい。13分くらい。おー、本当だ。いや申し訳ないんですけど、こっからねこの音声ファイルが壊れてしまったので、ちょっとあの申し訳ないんですけど雑談でお茶濁しさせてもろて、これねマヨネーズがね結構酸味が効いてるんですけど、こうねもったりとした脂っこいマヨネーズとは違うので、かなり味変としては有効的で、なんかこうのべつ幕なしに食べていく中でも、これ一筋の明かり照らしオアシスみたいな、砂漠の真ん中にあるオアシスが広がっていましたねみたいな、なんかそういったねこうのっぴきならねえ状況から一転打って変わって食べて楽しめるみたいな、そんな、あもう時間ですよね、これお楽しみください、どうぞ。残りが12分、13分弱ぐらいですね。怪しいな。はい、
ごちそうさまでした。すごい、よかった。すごい楽勝でしたか。え、結構きつかったですね全員きついって言われた。最後焦りましたもん。いや、へらんへらんへらんと思ってよかった、はい、というわけでエンディングです。お疲れ様でした。久々に一人でね、こう飲食店行ってチャレンジメニューやってっていう動画を撮ってる気がするしね。ね。そう、まあ5キロ40分っていう、でしかも全部ほぼ固形っていう、結構チャレンジとしてはハードめなチャレンジだったんですけど、挑ませていただいてちょっと楽しかったです。ありがとうございました。で一応ね、まあ、予定では来週ね、ここにもう一個チャレンジメニューがあるらしいので、それもね、できたらいいなと思っております。今度はお好み焼きかな、できればやるがあるらしいので、そちらのチャレンジやりたいと思います。よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。この時間はドラゴンズゲームがお送りいたしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。あったくし寝ろよ。僕から以上。配信間もなく配信まであと何分。